モーションをご覧になっていかがですか、セットポジション。まだね、片岡選手がまだ様子を見てるんじゃないかなという感じがしますね。まあ、走るチャンスはね、必ずあるんですよ。そのあたりで少しやっぱりモーションが大きい方ですよね。片岡の足が気になります。9回の表、西武の攻撃。西武としてはここはもう片岡に走らせてという感じがかなりありますよね。まあ、手堅くね、もう1点でも多く取りたいところですからね。2ボール、まあ、送りバントの構えも初球はね見せましたけどね、ちょっとおそらくこのコントロールを少し乱れるタイプということを感じ取っていれば、そう簡単にしていかないでしょうね、バントですね。まあ、ランナーをねこれだけやっぱり気にしてしまって、自分でね乱れていっていきますからね。ライトに上がった大きな当たり、完璧に諦めたライト、ツーランホームラン、栗山ライトスタンドに一直線叩き込みました。9回の表、貴重な貴重なダメ押しとも思えるツーランホームラン。まだ2点を取りました、今シーズン第1号の栗山、これで7対2となりました。ストレート1本ですか。もうそうですね、もう、まあ、あれだけランナーをねやっぱりこの点差で気にしてしまって、はい、やっぱりあの高さに、まあ、ストレートを置きに行って打ちますよね、今の栗山選手であればね、はい、今日猛打賞の栗山、ツーベース2本にホームラン。